お前は何をやってるんだ。橋も壊れて、え、あ、壊れちゃってんの。翼を持たざる者渡るべからず。え、うわ、しかもこれ滑るからいけないんだ。こんなひどい最悪な状態になっちゃってんだ。眺望台も行きたいけどな。うん、何あんた、あんたもあれ糸の村に用事。一応あれどっか見なかった。あ、会いませんでしたっけ。一応それなら今は行かれへんで、新聞にリトが吹雪で食料なんて記事載せたら、少しずつ物資が届き始めたのはええんやけど、唯一の道が見ての通りのありさまで、荷物も運べず、うちらも往生してんねん。これ作ればいいってことか。日が落ちると余計寒くなった気がするわ。冷える前にハイラルぼっくり火にくべようかな。でもな、あれも燃えるけど、燃えすぎて前髪ブワってなんねんな。この間もギャロのやつがうっかり新聞の近くで火にくべてもうて、新聞が風で舞い上がるわ、谷の向こうの糸の村まで飛んでいくわ。そういうことね。ありがとう君、教えてくれて。ハイラルぼっくりを使えってことやな。おお、すげえ、めっちゃ高く飛べる。めっちゃ便利やん。へえ、なるほどね。これでいけるんや。リトの村来ちゃったー。来ちゃったけどさ、先に塔行きたかったな。待って、リトの村の BGM いいよな。ちょっと早く行こう。行きたい行きたい、もう行こう。この上から飛べば、多分、眺望台もすぐ行けるから。いやー、これ BGM が新しくなってる気がする。絶対いいじゃん、これ。うわ、すげえな。こんな雪降っちゃって。あるね。よいしょ。何が入ってるかな。あー、木か。これはありがたいけど。うわー、なんかすげえ。なんだあれ、コログかい。待って、ちょ重なってるって。あ、なんかあるぞ。こういう時に便利なグッズ、これだね。お、めっちゃ溶ける。宝箱や。あー、ルピーね、ありがとう。あー、来ちゃった。うわー、モヤモヤがすごい。さあ、着いたぞ、離島の村や。 BGM 全然違くなってる。なんかすごい神秘的な BGM になってる。え、住民いる？どうなってんのこれ。あ、ある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 。やったやった、頑張りの器。これいけるかな。じゃ、ハートも増やしたいところなんだけど、やっぱりね、結構走りたいからね、走れた方がいいから。あざます。わー、おる。懐かしい。あれ、成長してるんじゃない？原稿、私たちがね、今からお歌の練習をするんだよ。天の鳥船の歌っていうんだち。天変地異から村を助けてもらうためにみんなで上手に歌うんだち。お兄ちゃん、私たちのお歌聞いてくれるの？聞こう。いや、これほっこりするんだよね、ここの村のね。なんかほっこりしたよな。あ、懐かしい、これ。そう、歌ってた。昔々のその昔、神様天から落ちてくるヘブラの風が立ち止まり、風が止まれば天よどみ、天がよどめば地も荒れる、天変地異で大わらわ、困った神様見てられぬ、みんなで神様助けよう。空に浮かぶ不思議な小舟、こさえて浮かべて空へと送る、空に戻れた神様がお礼にくれた大きなお船、風をもたらし天地沈める。これ祠チャレンジみたいなもんでやな。この歌はね、昔々リトの村に今みたいな大変なことが起きた時、助けてくれたお船のお歌なんだよ。天の鳥船、本当にあるのかな。会ってくれたらももちゃん嬉しいち。絶対にあるよ。お空でいつでも見守ってくれるってパパ言ってた。パパってあれでしょ、カッシーワでしょ。君たちのお父さんはカッシーワでしょ。カッシーワチャレンジみたいだったな、今の。ブレスオブザワイルドでこれカッシーワがいつもこの歌歌ってたからね。いいね、子供たちが歌ってんのいいね。この吹雪のせいで村は今大変なことになってるもんね。大人の人たちのほとんどがそのせいで村をお留守にしてるから、大人たちがいない間は私たち子供が村を守っていかなくちゃね。え、大人いないのここに。ゲンコちゃんご飯作って、ももちゃんは矢を作る。あ、すごいしっかりしてる。すごいしっかりしてる。あ、どうした。はあ、こっつ
うん、いけないいけない。またお客さんのベッドで寝ちゃった。あ、何？みんないないんだ、大人が。お客さん、あ、その家、居眠りなんてしてないです。本当です。お宿、ツバメの巣へようこそ。今なら他に誰もいないからゆっくりゆっくり休んでいけるよ。普通のベッドなら20ルピー。リトの極上羽毛ベッドなら50ルピー。ちょっと寝ようぜ。朝まで。ハートも増えるしね。いいでしょ。ハード増えた。よし。じゃあみんな子供たちが今ここ守ってる状態ってこと？肝心のお魚がな、どうした？はい。元気はお腹から。私はこの言葉を信じてレシピ帳を見ながらお料理の研究をしてるんだ。今作ろうとしてるのは新鮮な頑張りバスを使ったフィッシュパイ。自慢のレシピで村のみんなをお腹から元気にしてあげたいんだけど、この吹雪のせいで村から出れなくて頑張りバスが取れないの。タバンダ小麦にヤギのバター、それに岩塩。頑張りバスね、どっかにあるんだろうな。チュン天堂ね。任天堂じゃなくてチュン天堂ね。矢が欲しいね。とりあえず矢はちょっと全部買うわ。はい、あざます。何これ、油壺、そんなんある。ちょっとこれ買っとこう。なんかなんだろうこれ、火にも使えるって書いてあるな。まあ、とりあえずそんなもんでいいか。あ、これはちょっと欲しいっすね。防寒対策したい。ちょっと待ってね。ああ、ちょっとお金ください。あ、あるじゃん。ルピーが。あ、でも1個か。なんでこんな鉱石ないんだろう、俺。で、前祠があった場所は、あれ？なんか変わった？あ、ここか、前祠あった場所ね。あ、なくなってる。へえ、何にもない。カチコチ。あ、いや、ダメ。ごめん、ごめん、ごめん。ごめんね。あげてもいいけど、ももちゃんの話聞いてほしいち。パパから聞いたんだけど、魔物も一瞬でカチコチに凍らせる。霊気の実。霊気の実欲しいな。すごいこと思いついちゃった。ちょっと危ないことしないでよ。この吹雪のせいで お外に出れないから、実を取ってこれないち。ももちゃん、久しぶりに大発明だと思ったのに、霊気の実がなければ試せないち。霊気の実ね。夜職人なの？お！なんかおる。あ、なんか始まった。ストーリーか。鬼じゃないよ。おいらもうセンサーな。あれ待って。待って、これ。あのでっかい雲を調べるくらい、一人でだって余裕だよ。成長してる。なんだっけ、ちょっと名前思い出せない。もたもたしてたら、村が。成長してる。おったな。もしかして。ちっちゃかったもんな。なんて名前だったっけ。おお、チューリだ。そう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 、チューリ、チューリよ。懐かしい。手羽ね。リンク、行方不明と聞いていたが無事だったんだな。そう、無事でした。手羽ね。そうそう、あの訓練場のところでやってたんだよな。本当にまた会えてよかった。ほら、息子のチューリだ。体はでかくなったが、中身はまだまだ。体でかくなったな。もう子供扱いはやめてってば。一人で何でもできると思っているうちはまだひな鳥だ。それの何がいけないのさ。おいらはもう一人前なんだ。今日の仕事も余裕で片付けてくるから、いい加減認めてよね。父ちゃんたちは天の鳥フレの歌なんて真に受けて、いつまでももたもたしてたらいいさ。でもさ、これさ、飛んでいけるんだからさ、上の方飛んでさ、行けばいいじゃん、上の島に。あ、こら、まったく。チューリのやつ、すぐに吹雪の原因調べに行かせろって聞かなくてな。このリトの村に伝わる古い伝承の歌です。遠い昔、今みたいな天変地異が起きた時、あ、昔にも天変地異が起きたことあったんやな。空に浮かぶ大きな船のおかげで村は助かった。と代々歌い継がれているんです。ああ、空に大きな船があるんかな。子供の頃に教わるようなわらべ歌だ。誰もそれを鵜呑みにしているわけではない。だから空飛ぶ船の目撃談は離島族の中で以前からあるんだ。それに天変地異だなんて、この吹雪とあの雲を見れば笑えないだろう。そうだね。ああ、これが引き起こしてんや。
天の鳥船の歌はただのわらべ歌だとしても、空の上に何かがあると俺は睨んでいるんだ。あそこにあるってこと？ところが上空は今ひどい気流でな、リト族すらまともに飛べない。ありさま、あ、行けないんだね。リト族だから行けばいいじゃんと思ったけど、やっぱ行けないんやな。しっかり準備が必要だっていうので、チューリは、俺たちがビビってその歌にすがっていると思っているんだ。あー、なるほどね。まだ子供やな、やっぱり。いや、すまんな、リンク。お前の方は何か用があるんじゃないのか？ゼルダ姫。何？ハイラル城の地下、そんなことが。ゼルダ様の行方と世界中で起きている異変に何か関係があるというのか。ゼルダ様の捜索、俺たちも全力で手伝いたい。だが、この異常な吹雪は止む気配がなくてな、食べ物にも困る状態なんだ。村の大人たちは吹雪の調査や食料調達でみんなで払っている。夫も族長になってからは。族長になったんですか？あなた族長になったんですか？なかなか村を離れることができなくて、テイバーが族長になったんだ。なんとか力になりたいが、昔の族長さんはどうなったんやろ。そうだ、ハーツに聞いてみるといいかもしれんな。多くの情報が俺の相棒ハーツに集まるから、ゼルダ様の手がかりも見つかるかもしれん。向こうにかがり火が2つ見えるだろう。はいはいはい、あっちね。またあっちに行くタイプなのね。あいつならあの近くの山小屋にいるから訪ねてみるといい。あっちに行けと。なるほどね。まだ上もちょっと見たいな。チューリー、かわいいな。やっぱリト族いいな。リト族いいよね。まあ上はいないのか、誰も今は。あの族長さんは亡くなっちゃったんかな。こう上も行きたいけど、上は行けるか。あ、行けるね。そっか、みんなじゃあ今外出て探しに行ってる状態ってことか。探しにっていうか、食料と調達とかいろいろやってるんだね。大変な地域だな、マジで。多分これ向こう側に行けば普通に眺望台も多分行ける流れになってるね、これ。とりあえずここの祠だけちょっとやっちゃいたいっすね、先に。はい、ガタキサの祠。風に乗って、やっぱり風タイプなんだな。このリト族周辺のね、祠はね、風を使ってなんかやるっていうのがね、多いんすよね。なるほど、なるほど、なるほどね。ああ、簡単かもしれん。意外と。宝箱もなるべく、おっと、見つけながら行きたいっすけど、これは、ちょっと待ってよ。ゴーレムがいっぱいいて、ちょっと難しいな。よいしょ、あ、宝箱あるな。ちょ、こいつだけ倒しちゃって、宝箱ね、なんだろう。あ、強いんじゃないか。まあ、じゃ、もらっとこう。あっちは別に特になんか撃ってきてんな。とりあえずこれ抜けていっちゃえばいいんじゃないの。よいしょ。行った？行ってんのこれ。どこどこどこ。あー、もうゴールついた。早っ。めちゃめちゃ簡単だった。あざっす。祝福の光。ゾナー族もさ、なんかさ、リト族と関係ある気がするのって俺だけなんかな。なんか似てるじゃん。ゾナウ族とリト族ってなんか。ゾナウ族もなんか鳥っぽいからさ、なんか似てるんだよな。てか、ゼルダいなくね？ゼルダ探してんだよな。お前だよな、やっぱりな、だと思ったよ。にゃはは。どこ向かえって言われたっけ？いけるか、これ間に合うか。ちょっと、ギリだな。マジかよ。くっす。いけないんかい。あー、全部ハートなくなった。せっかくハート貯めてきたのに。うわ、訓練場のところとかどうなってんだろうね。すげえ気になるな。でも寒さガードまた使わないとだな。服買えなかった。お金がなくて服買えないってことある？お金重要だな、結構。あ、待って、あいついるんじゃね？またここに。こんな寒いところにも。看板立てに来てるんじゃないの？あー、いないか。いるかなと思ったんだけど。なんだ、ゴーレム？うわ、珍しい。普通にゴーレムがいるの珍しくない？ちょっと一回さ、上行ってみる？あ、待って、井戸もあるな。リノス砦の井戸。おっと。あ、いいね。鉱石欲しいんだ。何これ。あ、張り付きトカゲ。鉱石ね、ちょっと欲しいのよ。あ、夜鉱石か。これなんだ？あ、台の上のメモ。寒さで目が霞んできた。そろそろ時間切れのようだ。急いで体感料理の炒めポカポカを口に放り込み、飲み物で流し込んだ。炒めポカポカってなんだ。急に寒気が押し寄せてきた。おかしいよ。私が食べたのは確かに炒めポカポカのはず。
ふとさっき飲んだ薬の瓶が目に入った。これは対処効果のあるひんやり薬。料理の効果が発動中、別の料理を食べてしまうと元の効果が失われてしまうようだ。ああ、失敗は学びのアミューズ。美食を極め旅は続く。私は失敗を恐れぬ男。ラ・ターム。祠の名前みたいだな。ちょっと一瞬上に行ってみようぜ。よいしょ。どのぐらい上に行けるかな、これ。島までたどり着いたら嬉しいんだけど。うわ、視界悪っ。あ、何にもないし、島までたどり着かないな、これ。どこここ。あ、行けそう。あ、眺望台で来れるな、でもここ。あ、待って、敵だな。西ヘブラ諸島、島諸島。祠あるな。あ、待って、間違えた。ちょっと待って。ああ、終わった。ちょっと待って、どこここ。もういいや。ちょっと塔を先やっちゃおう。塔ついたから。とりあえず。カルーガ砦で眺望台。危な。なんだこれ。危ねえな。燃やさなきゃダメ。はい。はい、オッケー。眺望台でーす。はい、ピッとね。ピッと。これでまた上飛べるからね。どっちにしろ。よいしょ。さあ行きましょう。マップが広がります。もう見えてんな、上が。めちゃめちゃもう、大丈夫？眺望台燃えない？眺望台木造だから燃えそうだけど、怖いんですけど。めっちゃ高く飛べる。あ、もうすぐそこ行ける。行きます。いいね。いいけど、景色悪ー。景色悪いなー。もうこれ何回見てもこの鍋蓋にしか見えない。あ、結構広がるね。あ、広っ。あ、めっちゃ広がった。広っとか言ってるけど知ってるんだよな俺。ブレスオブザワイルドやってるから知ってるんだよな。何？あ、空か。うわ、すげえ渦巻いてる場所があるね。なんだ、何がどうなってんだ。俺はなんかゴーレムがあって、あー、でもなんか飛べそうな場所はいっぱいあるな。ゴーレムだけか、そこにいんのは。なんかめっちゃ片言になっちゃった。あー、ブロックゴーレム？あれあんま強くなかったよね。戦うか。いっちゃえ。ブロックゴーレムはね、よいしょ。やべ。ブロックゴーレムはね、そんな難しくない。これ、ウルトラハンドで、あ、危ねえ！剥がせばいいの、これを。よいしょ。はい。で、これを攻撃。よいしょ。待って。あ、同じだね。よいしょ、前戦ったやつと同じ戦い方だ。よし、これをもう一回剥がして。なんか宝箱あるじゃん。その前に倒さないとだね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。強いなー。でもなんか体力結構あるね。見てみるか。うわ、危ねえ。めっちゃ危ない。古びた地図、何それ。そんなのあんの？そんなのあんの？宝の地図やん。ちょっと待って、そんなのあんの？面白いな。こいつをゲットしーの。よいしょ。そんな強くないんだよね、やっぱりこれ。あー、トゲハンマー壊れちゃうな。あぶねえ。やべ。死ぬ。よいしょ。なんか攻撃力食べちゃうと寒さガード切れちゃうからダメなんだよね。やっぱ服欲しいな。鉱石集め行く？鉱石集め。よし、やっと半分来た。オッケー。本体をぶっ壊して。よいしょ。よいしょ、よいしょ。あ、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。めっちゃ効果。おお、めっちゃいい。めっちゃいいぞ。これ。取れた？取れた。オッケー。これでもう、いったんじゃないか？よいしょ、よいしょ。いけ！オッケー！うわー、体力めっちゃあったな、こいつ。うわ、なんかめっちゃいい。ナイス、ナイス。これ意外と使えるんだよ。これ長い棒につけようぜ。長い棒につけてみよう。あ、いいじゃん。12で槍だからめっちゃ強いよ。あとこっちもなんかあるのか？気球があるだけ？ロケットか。って言っても、あ、上がまだあるんだね。じゃあちょっと上行くか。これさ、ロケットの数とかでスピードとか変わったりするんかな、ちゃんと。だったらロケットいっぱいつけてさ、で、気球もいっぱいつけた方が早く飛べるよね。お、めっちゃこれ飛べんじゃない？おー！エレベーターだ。いや、届くか、これ。届くか？ギリだな。ギリ、ギリ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 、マジギリ。
危なあるね。ちょっとやろうぜ、久しぶりに。はい、何が出るかな。さあ、なんか新しいの出たかな。携帯な、あ、で、ロケット、ロケットのカプセルはまだ手に入れてなかったんやな。タイマー爆弾とかもあるのよね。タイマー爆弾はそうだな、ガンガン使った方がいいかもな。これまた飛んでいくのか、どっかに。でも祠普通にあるよね。こっち側もなんかあるな。とりあえず祠行くか。ワープ地点も欲しいし。以上の祠、ヘブラ山脈上空ね。守るだけにあらず。なんだ、守るだけにあらず。ちょっと待って、それその盾何、その盾強すぎ。そういう使い方もある、それ強すぎでしょ。なるほど、ちょっと、そういう使い方か。敵から学べるね。それ強すぎない？待って、この盾さ、トゲ盾をマジ使えないけどさ、これマジ使えるくね？これ強くね？盾装備した状態で、しかもさ、これ普通の剣にすれば、盾した状態で、あ、できないのか。でも守りつつ、攻撃もできるってすげえ強くない？これ。うわ、めっちゃいい、これ。そんな手があったのか。なにこれ。持つ。あ、持てるの？あ、待って、これ、これスクラビルドしたらどうなんだろう。ちょっとなんか尖ってるやつが欲しい。これね。あー、そうなるんだ。めっちゃいいじゃん。うわー、盾。これはなんだ？どうすればいいんだ？ほら、凍るでしょ？いいじゃん。便利便利。これは何だろう？どういうことだろう？これは別にいらんかな。あ、でも、マジで攻撃できなくなるってことか。これもでも確かにいいかもな。攻撃できないもんね、これね。攻撃って防御力高いってことだよね、多分。そうだよね。範囲がでけえから。これ便利だな。これすげえ便利。めっちゃ便利。木の矢、いけないぞ。あ、なるほど。あ、そんなことできんの。うわー、すげえ。そんなことできんの、強っ。この盾もいいね。はい、オッケー。ロケットがあるね。これなんだ、盾、盾にロケットつけるってことですか。盾ポーチちょっと増やしたいな。5個しか持てないのか。え、もしかしてロケットにつける。え、そんなことできんの、縦に。え、そんなことできんの。ええー、ちょっとやばい。やばいって、それ。そんなことできたの。あ、でも一回なんだ。あ、なるほどね。ずっと使えるわけじゃなくて、一回つけて、一回使ったらなくなるって感じ。でもこれ、あ、そんなことできるんや。やべえな。強すぎだろ。じゃあ、こっちか。なんか先があるもんね、こっち側に。いやー、でもな、この天気やだな。なんか明るくしたい。これ飛んでいった方がいいのか。飛んでいった方が早いんじゃね。でもここに祠あったから、もう祠はないと思うんだけどね。あっちに飛べればいいの。これがさ、ちょっと気になるんだよね、この花みたいなやつ。これ何なんだろう。これさ、こっちにもあるんだよね。でもね、上見渡してもなかったんだよね。待って。寒さガードやっぱなくなるな。ちょっとダメだな。これ先に。寒さガードどうにかしないと。やばいぞ、これ。もうなんもない。宝箱かな？宝箱や。いいね。寒さガードのさ、服入ってたりしないっすかね。さすがに入ってないっすよね。古びた地図。え、地図めっちゃ手に入れるんだけど。そんなところに？めっちゃすぐじゃん。近いじゃん。え、何地図って。ちょっと行きたいんだけど、行きたくなる。何なんだろうな。それだけかな、ここは。うわ、なんだここ。コログあんま見てないけど、コログとかいないのかな。上だ、上はもう、おう、え、フルドラ、ウルドラ、ネルドラ、アルドラ、何ドラだろう。届かない位置にいるな。でもこれ、よいしょ、壊して、宝箱か。さあ、なんだ？あー、はい、ありがとうございます。もう、下流のさ、やつ結構手に入れるからさ、これガンガン使っちゃって良さそうだね。待って、これ上登れなくね？あ、いや、登れるや。普通に登ればいいや。はい。
爆弾花欲しいっす。あー、熱気球ね。熱気球も結構手に入れてるから、どっか高いところ飛びたい時にね、使えばいいんだよね、ガンガン。そうだよな、これはもうマジで、重要な時に使うとかじゃなくて、もうガンガン使っちゃっていいな。だってガチャガチャできんだからさ、結局。以上かな？以上っぽいな。なんか下、あそこブロックがいた場所でしょ？で、あそこ今行った場所でしょ？もっと高いけど、あっちはまだ行けなそうだからな。よいしょ。あとそこになんかある？あ、これ？コログっぽいな。ロケットちょっとやろうよ、もう一回。あれ一番便利だからさ。ロケットいっぱい欲しいな、そう考えたら。これが一番簡単に上に登れるよね、多分。これで、こうすれば、ほら、めっちゃ簡単に上に飛べる。めちゃくちゃ便利、これ。なんもいないの？コログぐらいいてもよくない？なんもいないんかい。敵じゃないね。敵に見えるもん。何もかもが敵に見えるもん。怖い。どこだっけメインストーリー。何これ上がっていくってことここ。ここかこうやって。あれ待って。おったな、お前。ちょっと待ってよ。おったな。おったけど、お前なんかこれ低いな。低いってことは、これでいいのか？よいしょ。うまーくね。オッケーできた。お金、あと100ルピーぐらいくれてもいいけど、お金。100ルピーでいいですけど。アイテム3つじゃなくて100ルピー欲しいんですけど。金ルピーでもいいよ。300ルピーぐらいくれてもいいよ。20ルピーかい。あ、爆弾バナーは嬉しいけどね。ありがとうございます。お兄さん、そこのかがり火に誘われてやってきたんだろう。吹雪で視界が悪くても迷ったりしねえように小屋の目印として焚いてるんだ。負けをたっぷり。惜しまず燃やしてるから空を飛んでいてもよく見えるんだぜ。とはいえ自慢のこのかがり火もあのド派手な眺望台には勝てねえかもな。眺望台ね。今行ってきました。かがり火のように体を温めるのは無理だけど明るさも大きさもそりゃもう桁外れだもんな。ちょ先行っちゃったわあっち。うん。あんなすごいもの作ってしまうなんてハイリア人っていうのは大したもんだと思うよ。だからこっから行けってことだったのか。もう行っちゃったな、先に。あ、でもなんかいっぱいいるわ、人が。あ、でこれ、ミツバちゃんの日記、あ、変わってる。リートの文献、天の鳥船に関する資料を読みましたか。天の鳥船の昔話。ある日のこと、村に吹くべき風、パタリと止んだ。やがて、天は淀み、地は荒れた。村人たちはどうしたものかと、天を仰ぎ見る。居座り続ける、鈍色って何？鈍色の雲。その雲を突き抜け、ヒューと落ちてくるものあり。天からただのものが落ちてくるはずもなし、村人たちはそのものを神と呼んだ。天の島にある我が家が恋しいと神は来る日も来る日も丘に立つ。村人たちは自ら困りごとも忘れ、神のためとバサリ自慢の翼を鳴らす。神のおわすべき場所はどれほどの彼方か。我が我こそがと次々に飛び立つも力及ばぬリトの翼たち。その様子を見た神は村の長に願い出た。材料が揃えば我は天に帰ることができると。それに聞いた村人たちは遺産で材料を集め出す。積まれた材料の高さを見た神は慌ててもう十分と言い村人に頭を垂れた。亀が材料の山に不思議な力を注ぐといくつもの小さな船が組み上がった。村人たちが恐る恐る飲み込むと小舟はふわりまたふわりと宙に浮かび始めた。亀の率いた船たちは天高く天高く舞い上がりやがて熱き雲を突き抜ける。そこはリト族でさえ息を呑む高き天界。澄み渡る青にぽっかり浮かぶ空の島。あれこそが神がおわすべき場所。村人たちは喜び歌い、そして別れを惜しむ。ここまでか。で、これ、なんて読むんだっけ、もう、天の鳥船の歌の歌詞。昔々、その昔、神様、天から落ちてくる。これさっき歌ってたやつか？さっき歌ってたやつなの、多分。困った神様見てられる、みんなで神様助けよう。お空に浮かぶ不思議な小舟、こさえて浮かべて空へと送る。だから、船作って上に上げて、
船作ったら上に浮かんでそのまま上に行ったってことか。風をもたらし天地沈める。どういうことなんだこれ。謎解きかな。行方不明だって話を聞いて心配してたんだぞハーツ。一体何があったんだ。そう、これこれ、こういうことがあって、ああいうこともあって、こういうこともあったんです。そうか、ゼルダ姫様、すまんが、それらしい情報は届いていない、うん、俺たちも目の前、今は目の前の問題に対処するだけ精一杯でな。食料の調達や吹雪の調査のために村の連中は総がかりで駆けずり回っている、うん、おまけに最近は空の魔物まで頻繁に出没するようにならなかった。空の魔物、手が足りずにろくな対処もできねえ始末だ。あれか、ゴーレムのこと言ってんのか。近いのやつ申し訳ない。いや待てよ、チューリーなら、あるいはチューリーあ、そうか、リンクは知らなかったか。あの小さかったリチューリーが今や大人顔負けの飛行力を持っていてな。飛行力ね。この悪天候の中、ここら一帯を広く飛び回っていろんな情報を仕入れてきてやがる。意外とちゃんとやってんじゃん。あいつの風を生み出す技は俺たちに真似ができない代物でな。テバだって口では厳しいこと言うが、チューリの実力は見止めているんだ、うん、今は少しばかり調子に乗っているようだが、まあ一度話を聞いてみるといい。あいつは今ギザンやソーリーレスと一緒に食料の調達に向かっている。あ、食料調達に行ったの。あー、向こう行ったのね。目的地はこの小屋から北東にあるヘブラ山南岳の洞窟だ。洞窟ね。洞窟は表の崖を越えて、山道を登った先にある目印にかがり火が焚いてあるはず。洞窟に向かえと。注意を追うものなら洞窟の入り口にあるかがり火を頼りにするといいぞ。チューリ、リトの村のチューリ、うん、向かっていけってことね。こんだってポカポカ、そう、もらっていいのかい。もらっちゃうぜ。あ、ポカポカ作っていけばいいのか。よいしょ、ポカポカ作っていこう。まあ服なくてもね、全然いけるんすよ。ポカポカが作れれば余裕ですよ。もうこれ12分でしょ。こんな余裕じゃん。よし、向かおう。